イーターの最新の進捗状況と変化をお見せするため、ドローンは再びイーター建設サイトに戻ってきました。まずはイーター建設サイトを上空から見てみましょう。前方にある同じ造りの2つ並んだ建物は超電導コイル電源建屋です。超電導コイルに電気を供給するシステムを収納しています。建屋内にある頑丈な延長コードのようなバスバーが電気を運び各機器へと供給します。トカマク建屋までは現在建設中のバスバーブリッジがつながる予定です。クライオプラントは超電導コイル、クライオポンプ、サーマルシールドなどのために冷却液を生成します。25トン近くのマイナス269度の液体ヘリウムがイーターが運転している間設備内を循環します。冷却液はクライオブリッジを通ってトカマク建屋に運ばれる予定です。熱除去システムのエリアに来ました。ここは運転から発生する熱を除去する機械やプラント全体を循環する冷却水の最終到達地点です。次に超電導コイルの製作に関する最新情報をお伝えします。コロイダル磁場コイル巻線建屋では最後のコイルの完成を待っている状態です。まだまだ低温チャンバーでの試験が必要です。その他のコイルは完成して保管されており、現在2つがトカマクピット内に設置されています。このコイルが完成するとコロイダル磁場コイルの製作は全て完了となります。トロイダル磁場コイルは19個すべての製作が完了しました。一部のコイルは組み立て作業が行われており、その他のコイルはサイト内で保管されています。中心ソレノイドはイーターの中心部にあるタワー状のコイルです。組み立て建屋では順調に作業が進められています。現在は6個積み上げるうちの2個目のモジュールまで積み上げられています。もう一度組み立て建屋の外に戻ります。中性粒子ビーム電源建屋の建設は順調に進み、外装工事が間もなく完了します。中性粒子ビーム電源建屋の反対側に来ると2つの大きな機器が目に留まります。イータークライオスタットの上部シリンダーとイータークライオスタットの蓋です。どちらも保管用の特殊な梱包材に包まれ、内部の状況をモニタリングできる状態で保管されています。以前はクライオスタットの組み立てや溶接作業に使われていたクライオスタット組み立て建屋は今後機器の修理作業に再利用されます。ポロイダル磁場コイル巻線建屋の場所が修理が必要なサーマルシールドの分解作業に使われているのと同じです。組み立て建屋内は作業で活気に満ちています。真空容器の修理作業の一環として2台の真空容器セクターは分解作業工程のさまざまな段階にあります。ここに見える真空容器セクターはトカマクピットから取り外されたものです。3台目の真空容器セクターは修理のために旧クライオスタット組み立て建屋への移送を待っています。最後にドローンでイーターの中心部であるトカマクピットまで行ってみましょう。修理が必要となった真空容器セクターモジュール6を取り外したトカマクピットは底の部分が見通せるようになりました。さまざまな課題を乗り越えてイーターは炭素を排出しない新しいエネルギー源の実現に向けて前進しています。